ミラージュ 5A マラーアルゼンチン空軍のマラーミラージュ 5A マラーはペルーで開発されたミラージュ 5P の近代化回収型でアルゼンチンがマルビナス戦争時のダガーの損失を埋めるため輸入した戦闘攻撃機ミラージュ 5P マラーミラージュ M-5 マラーまたは単に M-5 マラーなどとも表記される脱走者はペルーにミラージュ 5P を多数輸出したが ペルーはそのうち10機をマルビナス戦争機にアルゼンチンへ輸出した。アルゼンチン空軍はこの戦争によって主力作戦機であるダガーを多数失っており、隣国ペルーからの緊急輸入はその損失を埋めるためであった。正式な輸出契約の文面では1981年12月に輸出とされているが、実際は戦争のさなかに交渉が行われ、輸出が実施されたのは 戦争末期の6月であった。アルゼンチンでは当初ミラージュ 5P に失ったダガーの機体番号を割り振っていたが、最終的には600番台を割り与え、下2桁を失ったダガーのものとした。そのため、基盤は飛び番になっている。これらは後にミラージュ M-5A マラ近代化回収規格にアップグレードされたが、10機のうち1機はそれ以前に事故で失われていたため、 回収が実施されたのは9機だけであった。この近代化回収の実態はつまびらかになっていないが、少なくとも、マラと呼ばれる、WDNS、リットン WNS-33INS と HUD を装備している。また、レーダーも搭載されたという情報もあるが、もしそのようであれば、搭載されたのは、トムソン CSFYDA2 である。最も重要な回収点は、 マトラ R550 マジック一空対空ミサイルの運用能力と元々はイスラエルのフィンガー近代化回収企画のために開発されたエディスライム g n 8 0 r w r システムの負荷である。残存している7機はすべて第六航空旅団例下の第六戦闘航空軍で運用されており、同航空軍ではフィンガー、ダガーの残存機の近代化回収型や フランス製オリジナルのミラージュ 3EA も統合運用されている。マラーの累積飛行時間は2002年6月には1万3000時間に、及び2015年11月29日に他のミラージュともも退役した。画像リンク。ありがとうございます。